『朝ドラ』『べっぴんさんあらすじ予告』第24話『ベビーショップ朝や10月29日度放送分危機物語すみれ、君江、良子、明美の4人は力を合わせて子供たちの着心地よさを大事にしたべっぴん作りを始めることになりましたすみれたち4人が始める商売に対して 朝靴店の店主浅田が店の一角を貸してくれることも決まります店の名はベビーショップ「朝屋」に決まりました4人で始める店のシンボルマークは四つ葉のクローバーです昭和21年1946年3月3日ベビーショップ「朝屋」の開店初日を迎えましたすみれたち4人が満を持して開店したベビーショップアサヤに「朝屋」に 一番初めにやってきたのはすみれにとって思いがけない人物でした。